今回は、プロバスケットボーラーの八村塁さんの性格と運勢を見ていきたいと思います。八村塁さんの、性格は、活動力が旺盛で戦いながら欲しいものを勝ち取っていく性格です。強気な発言をして競争心をあらわにしますが、その反面気が小さく劣等感を持っています。他人に対しての警戒心が強く、自分のことを守るために必死になってしまいます。また根気強く単純作業を飽きずに続ける能力はありますが、あまり深く考えることをせずにその場その場で動くため失敗もよくあります。真面目で人がいいのはいいことですが、人から影響をダイレクトに受けやすく、詐欺などにも遭いやすさがあります。自分の明確な考えがないため、発言の内容がコロコロ変わってしまいがちで、周囲はその都度翻弄されてしまいます。一攫千金を狙って、特に美味しい話の誘いに乗りやすいので気をつけてください。何か自分に得意なことを見つけ勉強して努力すると、劣等感から解放され、チャンスを生かして驚くほどの成果を上げれます。とても短気なので、ちょっと気に入らないことがあると怒りがどんどん膨らみ、自分でもコントロールできないほどに心が乱れてしまいます。今まで築いてきた人間関係も一瞬にして終わってしまうことも多いので気をつけましょう。いろいろなことが器用なので、できない人の気持ちを理解することができません。自分も完璧な人間ではないのに、人のミスに対しては厳しく徹底的に責めるため、その人間性についていけないと人が離れてしまいます。何かしてもらった時は感謝しないわけでもないけれど、感謝を言葉や形にうまくできず損しがちです。寛容な心になることで周りの人も育ち、自分も生きやすくなります。次にですね、八村塁さんの、運勢を見ていきたいなと思います。意志が強く独立独歩で前進し、若い頃の頑張りが実を結び、中年期以降に大成する人生です。富を得られ大いに栄えるでしょう。性格も親分肌で、人の面倒見がいいので周囲から尊敬され信頼を得られます。ただ派手に行動するために人から反感を買いやすく、妬みも多いために煩わしいこともありますが、自分の能力がありすぎるからだと楽観的に捉え、気にするのをやめましょう。仕事はよくでき、事業の才能もあり、新しいアイデアが次々と浮かんでは、それを生かして利益を得て事業家として大成するでしょう。ただ人を妬んだり楽をしようとしたりすると、運気は一気に停滞します。男性は、家庭運も良好で子供にも恵まれます。今回はですね、プロバスケットボーラーの、八村塁さんの性格と運勢を占いました。